クラスキのキャッスル牧会市の出発地、潮州城牧会市は、牧会より日本を訪問した施設である。七百二十七年秋から九百十九年までの間に三十四回の封国による派遣が一回の施設が記録に残っている。牧会は六百九十八年に大祖栄により建国されたが、大文芸の時代になると、東野白木と外交的に対立するようになり、 国際的孤立に陥りそうになった母海が、これらの勢力を牽制する目的で、日本への剣士が計画された。施設団が日本に向かった、出発地点は、ロシア沿海地方、ポシェト湾ン近くにある、クラスキの土壌遺跡が有力とされる。母海側は、軍事同盟を結ぼうとして、施設を送っていたが、日本側は突然、貢ぎ物を持って来庁してきたところから、 これを日本の国威を慕たって日本に従属を願い出て従国の礼を取ってきた兆候であると捉え施設を非常に厚遇している。しかし大金茂の時代になり党との融和が図られる時代になると軍事的な意味合いは薄れ、もっぱら文化交流と経済活動を中心とした施設へとその性格を変化させていった。特に問題となったのは兆候貿易の形態をとった。 ことで、これにより、牧会からの貢ぎ物に対して、日本側では数倍の開始でもって応える義務が生じ、牧界に多大な利益をもたらした。日本側は、朝廷の調税能力が衰え、施設強和と開始のための経費が重荷となった後は、施設来庁を12年に一度にするなどの制限を加えたが、その交流は、牧会滅亡まで継続した。 倒没関係の安定化に伴い、日東間の交通の仲介として機能した。遭難して帰国できなかった、県東市のヘグリヒ成が、墓海市と共に帰国に成功したこと、日本で最も長く使われた暦である唐の先明歴が墓海市により伝来したことはその例である。また、新東女墓海殿は、唐の大歴記念館に、 渤海国が日本の武女11人を党に献上したことを伝えており、彼女らはそれ以前に日本から木海に渡ったと見られる。8世紀後半以降は木海からはもっぱら、北方産の重皮また、人参、蜜、日本からは繊維製品がほとんどで、他に、金、水銀、金漆、椿油、人缶水青年樹、微老樹船が貿易品目として扱われた。 共に、党の漢字文化圏に属している国会と日本の宮廷社会を構成する上級階層にとって、漢籍・漢文学の学習が基礎教養とされていた。互いに話す言葉は通じなくても、筆談すれば意思は通じ、文書の類は翻訳せずともそのまま通用する状況であった。特に漢籍、漢文学が発達したのは、軍事的提携を結ぼうとして行われた初期の、 外交機ではなく、公益目的の経済外交として変化した時期以降である。墓会士も初期の頃は全員武漢の肩書きを持っていたが、762年に来日した第6回墓会士を新服からは文官の施設となり、ほとんどが監視文に長じた文人が選ばれて来日している。監視の応酬が行われた最初は、758年に、 来日した第四回墓会仕上げ小喜びの時であった。洋賞、喜びらは、朝廷での正式な縁の他に、藤原中丸の指定、田村大に招かれ艦隊を受けた。その際、東大の文士が集められ、監視を付して、施設を送別した。これに対し墓会史の方では文人であったと見える、福祉、洋安氏が監視を二種作って、これに和した。 その二種である七ことの、夜町遠いと五ことの、笹久和則阿蘇光栄行氏は、渓谷州に残っている。文化人的性格の佐賀天皇の権力が、確立された後の第十七回牧界氏は、大使、福祉以下、法眼、六時に至るまで、文人を揃えた、施設団を編成し、派遣された。814年9月、出雲に到着した、この牧界氏に対して、 日本側は屈指の文人、茂野正氏と、坂上今次は、有門県領牧海客氏として派遣された。やがて、年内に入居した施設団は、元旦からの儀式、宴会に参列し、特に正月7日の施設団共和のために開かれた、縁では、監視の交換が行われた。この縁席での作と思われる、牧海側3種、日本側5種の監視は、 文化修礼集に先週されている。1月22日に刑を出て、帰国の都に着いた後も、監視を交換しており、王光連の作品3種が同じく、文化修礼集に先週されている。この他にも、牧会からは、王文則、修元白、幼生期、灰、灰などの一級文人が来日し、日本からは、菅原清忠、菅原道真、島田忠臣、宮古吉香。 てはせを大江やさつ藤原がりなどの文人が応対している交換された監視は渓谷集文化修例集のほかに良運宗や関係文宗電子歌集不走宗などに残されているこれらの監視は監視としての価値だけではなく当時の状況を把握できる貴重なものとなっている1926年に墨海は切断に滅ぼされた 929年の施設は吉ンが建てた東丹国よりの死者が渤海市の後継を名乗ったものである。関路は東丹国の元号王。野律と翼は東丹国の王。渤海支線についての文献はほとんど残されていない。同時代の検討支線から推定される。1995年、北陸電力地域総合研究所がイベント展示用として、 北海支線の模型設計が和線研究家松本明氏によってなされた。検討支線の資料から推定され、全長30メートル程度、幅8メートル、排水量300トン、乗船人員は40から60人程度、積載量150トンと累推された。来航の初め頃は12年に一度であったが、公益が中心になると回数は飛躍的に増えた。 公益目的の来航者は入居させなかった。牧海からの貢ぎ物に対する数倍の開始が多大な負担となったため、回数を制限することになった。牧海氏は北西の季節風とリマン海流を利用し、朝鮮半島沿いに南下した後、津島暖流に流され主に秋から冬にかけて日本に来航した。多くは晩秋から冬季に多かった。牧海氏は、 日本海側の山陰から北陸、東北にかけて多くの都に上陸した。前半は東北から西南の広い範囲に着岸したが、次第に西南の範囲になった。それは航海術の発達によるものと思われる。前半では出羽国、佐渡国に計8回も到着しているが、後半ではすべての都国異性となっている。上陸後の牧海市は北陸道で、 平城系、平安系を目指したが、入教となるか現地より奉還となるか、いずれにしろ、来航した現地では、安置すなわち一時的に滞在させ、食料や医療など、生活物資が供給された。安置する場合は、資料には、瓶どころに、安置したことが見えるが、具体的には、軍家のほか、国府、または液管などが利用されたと思われる。 松原の客観などに移送されたと思われる。直接日本海を横断するのではなく、津島海流に乗って東北地方の沿岸を北東に進み、北海道、サハリンで西に舵を取って、リマン海流に乗り、沿海州の沿岸を南下したものと思われる。ありがとうございます。